回はですね、鬼ぐるみの樹皮で笛を作りました。いやね、これ前からやりたかったんですけど、これね、季節間違いましたね。やっぱり冬はね、無理ですね。いや、本来はですね、鬼ぐるみの樹皮はですね、春からね、夏にかけてね、すごい取りやすいんですよ。これね、以前ね、葉っぱくんね、樹皮でコースター作る。鬼ぐるみの樹皮でコースター作るっていう時にですね、そのシーズンに鬼ぐるみの倒木がちょうど出てですね、それをやったらですね、本当に綺麗に取れたんですよね。で、今回もちょっと季節は冬なんですけども、倒木が出たのでですね、綺麗に取れるかなって思ったらですね、全く取れないですね。やっぱ樹皮を取る季節っていうのはね、絶対に間違えちゃいけないですね。やっぱりね、根から水分をいっぱい含む、樹皮にね、樹皮と内装と外装のね、間にすごい水分を含んでいる時期に、取るべきでございます。全く取れない。まずそれが大変だったっていうこと。これ一応ね、お湯につけたりとかしてね、やっと取ったって感じですね。で、今回トランペット、これアイヌの人たちの笛とされているんですけども、バタギの人とかも ね使っていたというふうにもされておりますね。で、もうあと倍ぐらい長かったんじゃないかなと思いますね。途中でね、葉っぱ分ね、切れちゃいました。やっぱりうまいこと取れない。切れちゃいました。これぐらいのサイズが限界でございました。で、これの吹き方なんですけども、まあトランペットとかと同じようにしますので、唇を震わせてですね、吹けば鳴るんじゃないかっていうのと、昔ですね、なんだね、ヨブスマソウの笛っていうのがあったんですよ。ヨブスマソウのアイヌの笛ってあったんですけども、それはですね、吸って鳴らすタイプがあるんですよね。なのでこれもね、吸って、鳴らすタイプもね、ちょっとね、やってみたいと思います。まずね、葉っぱがちょっとトランペット自体吹いたことないのでね、やり方いまいちわからないですけども、まあ唇を震わせてですね、ブー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 言って、これにつければなるんじゃないかということで、ちょっとやってみますね。失敗ですね。まずトランペッター式のやり方、葉っぱ君うまいことできません。これ普通にスースースーしてもなりませんからね。次はですね、ヨブスマソウの数式ですかね、数式でちょっとやってみたいと思いますね。数式はね、一応反響自体はするものの、実際このトランペットでやったのかっていうのはちょっとね、不思議ですね。まあ鹿をね、呼んだりもするとか言うので、もしかしたらそういう鳴らし方もあるのかないのか、ちょっと不思議ですけども、一応このようにしてね、アイヌの人たちは笛を作っていたってことが分かっております。まあね、結構いろんな民族でですね、こうやって樹皮を巻いたトランペットっていうのはね、あるのでですね、どのように鳴らしてたのかちょっと葉っぱ君にはちょっと難しいですけども、実際ちょっとね、やってみました。実際ちょっとねやってみました。まあね、ちょっと音が鳴ったかどうかは不安でございますけども、まあ吸ったやつはちょっとね反響したかなって感じで、ね、ブー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 鳴らすやつはね、もう口でブー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 言った方が音が鳴ります。ぜひね、これの、ね、鳴らし方ちょっとね、分かるよって言ってたら、ぜひちょっと教えてほしいなというところで、今日はこの辺で終わりたいと思います。このチャンネル面白かったなーって人は、ぜひチャンネル登録、評価ボタン、コメントの方よろしくお願いします。それではまた、バイバーイ。